渡辺一郎九月二十四日から二千十七年十二月一日は日本の元政治家、元公明党衆議院議員、満州大連出身、東京大学工学部応用科学科に学び、在学中に東京大学法華業研究会を結成した。九百五十六年に卒業後に政教新聞社へ入社し、九百六十四年に公明党へ移籍し、 公明新聞編集長。1965年の参院選に兵庫地方区から立候補するが落選。この時は渡辺城、かつ名義で活動していた。1967年2月の衆院選で、旧兵庫一区より公明党公認で立候補、当選し、以後1993年に引退するまで通算休期務めた。この間、年に、 浅井美幸に代わって国対委員長に就任するも公明党の支持母体、総科学会の政教分離問題で他党にうっすら馬鹿どもと暴言を吐き国対委員長を解任された。1980年に副書記長、1986年に二宮分作りの政界引退に伴い鈴木和弘とともに中央執行委員会副委員長に就任するが、12月に矢野淳也が 中央執行委員長に就任すると解任される。妻の渡辺道子も衆議院議員、参議院議員を務めた。議員在籍中に月刊ペンが渡辺道子が池田大作の愛人で渡辺にとっては配慮妻という報道を行い裁判となった。裁判所は月刊ペンの主張を根拠がないとして退け渡辺夫妻側が勝訴。2017年12月1日に 老衰のため死去。86歳没。葬儀は家族葬で済ませた。ありがとうございます。